ホセ・フェリックス・エスティ・ガリビア・インサウラルでは、パラグアイの軍人、政治家。チャコ戦争で、ボリビアから勝利を勝ち取り、1939年には、大統領に就任した。1888年、エスティ・ガリビアは、農民で、兼業で、銀彩駆使をやっていたマテオ・エスティ・ガリビアの息子として、カラグアタイで生まれた。生活や学業を収めるのに、 決して良い環境ではなかったが、トリニダードにある大学に進み、農学部を卒業した。その後1910年に軍に入り、チリで、ついでフランスのサンシール陸軍士官学校で教育を受けた。チャコ戦争が勃発すると、当時大佐であったエスティガリビアは、戦争を通じて第一不評師団を指揮し、順将、ついで少将に昇進し、エウセビオアやら大統領の指示のも 陸軍参謀長に就任し戦争指導に当たった。1935年、アスンシオンに戻ったエスティ・ガリビアはチャコ戦争を勝利に、導いた英雄として迎えられ、年金1万2000ペソを与えられた。しかし、1936年2月17日に、ラファエル・フランコ大佐が2月革命が作られるを起こし、アヤラ大統領が失脚すると、陸軍参謀長を解任された。 その後はパラグアイ大使としてアメリカに赴いた。1939年の選挙においてエスティガリビアはパラグアイ自由党から出馬し大統領に当選。8月15日に就任した。1940年2月19日、彼は我が国家は恐ろしい無政府状態に陥りつつあると宣言し憲法を停止して上院を解散。 独裁体制を敷いたものの、9月7日に妻と共に、パラグアイ国内をアルトスからサンベルナルディーノスに向けて、飛行機で旅行中に、アガプエーで搭乗機が墜落し死去。死後、イヒニオモリニゴ将軍が政権を継承し、エスティガリビアは、元帥を追放された。彼は、アメリカ領大陸で最も有名で輝かしい、経歴を持つ軍人の一人として知られている。 ありがとうございます。